モーター制御方式の一つである、ベクトル制御について説明します。モーター制御方式には、大きく分けて、オンオフ制御、インバーター技術を使った、区形派制御、制限波制御の3種類があります。ベクトル制御は、モーターの回転を、低速から高速まで効率よく制御できる、高度な制限波制御です。ベクトル制御は、非常に複雑な工程を使った制御方法で、 複数の演算処理が必要となります。ベクトル制御はセンサー付き制御はもとよりセンサーレス制限拍動を実現しやすい制御方式です。この動画では3層モーターを例にセンサーレスベクトル制御方式を説明します。3層の交流波形は互いに120度だけ位相がずれた3つの制限波からなります。この3つの交流を それぞれ3つの端子に供給してローターを回転させるのが3層モーターです。モーターの回転数は交流の周波数で制御できます。つまり、ゆっくり回転させるには交流の周波数を小さくし、高速で回転させるためには周波数を大きくします。ベクトル制御の基本ブロック構成図を基に説明します。ベクトル制御はモーターを駆動する U、V、 W の波形をモニターすす。ることから始まりまり3層信号 U、V、W は電流値 IU、IV、IW に変換された後、さらに2層の電流値 Iα、Iβ に変換されます。次に、この2層の電流は固定座標から回転座標へと座標変換され、電流 ID、IQ となります。この ID、IQ をあらかじめ決めておいた理想値 IQREF。IQ レフ i d レフと一致させるのが、ベクトル制御の目的です。ID、IQ は、モーターの電流をモニターし、それを変換した値ですので、理想値からはずれています。そこで、そのずれをなくすように、PI 制御で補正します。その補正値は、電流ではなく、電圧の値、VD、VQ で与えられます。次に、回転座標から固定座標に逆座標変換を行い、Vα、Vβ が得られます。 この2層の電圧 Vα、Vβ からインバータ回路の3層入力信号を U、V、W を導き出しますが、この時は単純な2層3層変換ではなく空間ベクトル変換という変換を行います。これにより、インバータ回路の入力信号を U、V、W およびそれらの逆層の信号を X、Y、Z が得られます。これにより U、V、W、 W の信号がモーターに与えられます。以上でベクトル制御の1サイクルが終了しました。このサイクルを繰り返して理想の回転状態を実現します。ここまでベクトル制御の概要を説明してきました。次章からはベクトル変換について説明します。